北側で入り口東阿弥子駅は、千葉県阿弥子下下戸にある、東日本旅客鉄道成田線の駅である。列車交換だけの信号場として開設されたが、1950年に旅客駅として開業した、短式ホーム2面2線を有する地上駅。ホームは、いわゆる列車ホームであり、現在の電車の床面よりも少し低くなっている。 常磐線天皇台駅に近い阿鼻子方に出口があり、校内踏切で各ホームに連絡している。1971年頃までは2番線ホームの中間部に駅舎、出入り口があったため、現在も出口ではなく中間部に停車場中心が置かれている。出口後には電気関係の小屋があり、そこが駅舎扱いとなっている。 出口跡の隣にあるタクシー営業所や向かいの薬局、支店などがかつて正面玄関のあった場所としての面影を忍ばせる。湖北駅管理の無人駅で乗車駅証明書発行機、簡易水化改札機設置駅。自動券売機はなく乗車時に乗車駅証明書を取り交車駅もしくは車内で生産する形となる。安彦方面駅ホーム側の出口付近に出札小屋がある。 通常は無人でカーテンが閉じられているが周辺でも数少ない無人駅であることから不正乗車が行われていることもあり定期的に特別改札が実施され時間帯によっては管理駅から駅員もしくは車掌が出張してくる2018年3月に駅の南口側に新たに駅名の看板が設置されたアビコゴルフクラブの最寄り駅であることからゴルフを モチーフとした看板になっており、阿ビコのがの字の点がゴルフボールとなっている。また北側と南側でデザインが異なっており、北側の背景はグリーン部分をモチーフとした絵であり、南側は人工芝を背景として貼ったものである。当駅は北側と南側どちらからでも入場できるが、駅の入り口には普通の踏切とは違い、ここは 駅改札口につき通り抜けできませんという看板が設置されている。成田よりに自動車も横断できる踏切がある。校内図においては番線に番号は振られていないが駅構内には番号が振られた案内標識がある。発車メロディは1番線、ホリデー V1、2番線、小川のせせらぎ V1 であり、自動放送は流れない。 2006年度の1日平均乗車人員は729人である。当駅の北側に常磐線の天皇台駅があり、同駅からの場合電車特定区間が適用される、東京方面への乗客は天皇台駅に流れる傾向にある。ただし、現在は荒木駅と同様に微増の傾向にある。千葉県と経年間によると、近年の1日平均乗車人員の推移は、 以下の通り、万道自動車本社川村学園女子大学東、阿弥子駅前郵便局周囲は住宅地となっている。北西は天皇台、北東は下戸、南西は東阿弥子の住宅地が広がる。南東方にはゴルフ場、阿弥子ゴルフクラブが広がる。かつての駅舎前付近には支店、薬局、蕎麦店、郵便局などがある。 常磐線の天皇台駅までは、天皇台住宅地を歩いて 1km 程度、手賀沼も 1km 程度である。駅南側駅北側注釈出店広報資料、プレスリリースなど一時資料。ありがとうございます。